ではいただきます。今日のお酒はこちら、シトラトレビアーノダブルッツォ、イタリアの白ワインです。やっぱり暑いんでよく冷えた白ワインが美味しいですね。ではまずカマンベールフォンデュからいただきます。これはもうカマンベールの味をダイレクトに味わえますね。これはパンにつけても美味しいんですけど、野菜がやっぱり美味しいですね。で今回はブロッコリーとかぼちゃとバゲットにしたんですけど、あとはじゃがいもだったりウインナーをつけて食べても美味しいと思います。そしてカマンベールの味噌漬けです。味噌につけて水分が少し抜けてるんで、食感も普通に食べるよりも少しねっとりした感じで、味もより濃厚になってます。これはワインももちろん合うんですけど、日本酒や焼酎なんかもよく合うと思います。そして生ハム巻きフライです。でこのカマンベールって塩気をそこまで強く感じないチーズだと思うんですけど、生ハムを巻いてるんで、その生ハムの塩分でちょうどいい塩加減になってます。もう何もつけずにこのまま食べて美味しいです。これももちろんワインととても合うんですけど、ビールのおつまみとして食べてもとても美味しいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。